どうも、北山水泳です。はい、今日ですね、ポポビッチ選手が、昨日深夜にですね、世界記録出しましたけども、ポポビッチ選手超速いですよね。で、ポポビッチ選手がなんでこんな速いのかっていうのを、今回は、水中映像なり、身長体重とか、その辺見ながら解説していこうと思います。はい、まずは彼の身長、体重、年齢を見ていきます。まず年齢が17歳、身長190センチ、体重80キロというふうに、身長はね、高いんですよ。はい、だいたい最近の水泳の世界のトップ選手は190センチ超えが多いですけども、190センチ高いです。ただ体重を見てみると、そこまで重くないんですよね。つまり筋肉が、もうゴリゴリにあるのかって言われるとそこまででもないんですよね。うん。で、まあね、彼の体を見てみるとわかるんですけども、めちゃくちゃその線が太いわけでもないんですよね。うん。まだまあ、17歳っていうのもあるんで、筋肉これからつきますよっていう年齢でもあるんですけども、そこまでゴリゴリの体型でもないんですよね。まあ、それはね、やっぱり筋肉じゃなくてテクニックで泳いでるっていうのも一個あるんですけどもね。はい。で、記録を見てみましょう。彼の持っている現在の記録はこんな感じです。50、100、200の長水です。見ていると、そこまでね、100、200は、世界選手権でも優勝した種目なんで、早いんですけども、50がそこまで早くないっていうね。うん、日本記録よりも遅いという。日本記録は今21秒6なんで、そう考えると50、まあ、今泳ぐとどんだけ速いかわかんないけど、まあ、こんな感じでそこまで速いタイムは持ってません。多分今泳いだら21秒台出ると思うけど、21秒6出るんかなって感じですよね。はい。そして、水中映像を見てみましょう。はい。水中映像ね、見てもらったらわかるんですけども、白いキャップです。白いキャップがポポビッチ選手です。これ見るとね、ほんとすごいなって思うのが、入水だよね。エントリーです。手のエントリーの時に、周りの選手と比べて、泡がついてないのわかります？普通はね、100メートルっていう速いテンポ感で、速いスピード、高いスピードで泳ぎ続けると、どうしてもね、手に泡がついちゃって、でね、書く瞬間にもやっぱりこの泡と一緒に書いちゃって効率が落ちちゃうんですよ、ストロークの効率が。空気書いてたらね、まあ空気書いても全然進まないから、手に泡がつけばつくほど、まあ効率は落ちるんですけども、ポポビッチ選手はめちゃくちゃ速いテンポ感の中でも、入水の時に手に泡があんまつかなくて、そのまま書いてるんですね。で、これがね、ほんと他の選手にない技術だなと思いますね。まあ、高いテンポ感の中でもエントリーの技術、テクニックがあるので、エントリーの瞬間に泡が全然ついてない。で、そのままかけるんで、ストロークの効率がいいんですね。これは非常に気になりましたね。あともう一点気になったのが、頭の位置がブレないんですよね。全然。縦にも横にも全然ブレません。まあ、100メートルという高いテンポ感で2-1呼吸でしてるんで、どうしてもね、呼吸した後に、頭の位置がブレて、まあ若干体が横とか縦にブレたりして、こう、ブレることによって抵抗をちょっと浴びることになって失速する原因になるんですけども、彼はね、2-1呼吸の高いテンポ感の中でも頭の位置が本当にね、縦にも横にも全然ブレてない。だから体の位置ももちろん縦も横にもずれてないんで、これがね、ほんと失速しない、ストロークの効率を上げれるテクニックですね。うん、これすごいですよね。どうしてもね、まあ、他の、もっとね、もうちょっとレベルの低い打ち振りを見てもらうと分かりやすいんですけども、どうしても呼吸の後に、頭の位置が横にブレたりですね、まあ、縦に体がブレたりするんですけども、それが全然ないんで、まあ、一定の位置でずーっと泳ぎ続けてるんですよね。高い、水の抵抗がないポジションでずっと泳ぎ続けられてるんですよね。これがね、本当にエネルギーの効率を良く、後半も早く泳げる原因だと私は踏んでいます。水中映像からはね、やっぱり、得られる情報が本当多いですね。はい、今回は以上になります。まあ、ざっくりですけどもね、水中映像を見た感想を述べました。でね、まあ、明日からインターハイあるんで、このポポビッチ選手が日本記録じゃないわ、世界記録を見て、ちょっと刺激をね、受けると思います。明日からのインターハイ、ぜひぜひ皆さん頑張ってください。今回以上です。しょっ。